稲荷社と御影の滝、滝っていうか音をしてると思うのでわかると思うんですけど、滝があるみたいです。で、稲荷社があって、おそらく前はこの岩倉を未来社と言ってたんではないのかなと、なんか推測できますね。下の方にあるなんか春日社が岩倉なんだ。お方の木が生える場所はいいですね。なんか、ね、北の方の神社だとなかなか寒さに弱い子なので育たないんですけど、ここは大丈夫みたいですね。御影の滝、ちょっと影があるんですね。影があって、なんで大丈夫かどうかはちょっとわかんないですけど、多分大丈夫と思いますけどね。